はい、皆様どうもようこそお参りくださいました。さくらんぼの仏教部屋、今日はですね、ゆうはどうして仏教にのですね、カズキングの仏教ライフさんに来ていただきました。どうもよろしくお願いいたします。あ、お願いおし世ま話になります。よろしくお願いします。もう阿弥陀君さんに続きましてですね、もう中学生の代表としてもカズキングさんに今日来ていただきました。ありがとうございます。あ、ありまいやいや、そうでしたですか。ねえ、もう中学校もう3年生ということで、今度す。もうそうですね、ね、はい。受験も決まって、言わなくていいですからね、個人情報は言わなくていいですからね。あ、別に。言ってもいいですけどね。でしたら、でも本当に無事に合格がもうね、あ、そう入学するとこ決まりました。おめでとうございました。どうもどうも。あ、でも、そう、本当に。ねえ、これ志望校だったんですか、第一志望の。そうですね。先輩とか、親戚の方から、今回志望した高校、結構、初めの方から、教えてもらってて、で、自分で調べたりもして、最初、崇徳学園、崇徳高等、高校、行くとか、言ってたんですけど、最終的に、一番近い地元の、地元のね、地入学元での、す。そう。すごい、ちょっと。個人情報ですのでね、本当にもう何があるかわかんない。一応中学生でございますああ、ので、もう。もう本当ね、そういう危険などは回避しなければなりませんので、よろしくおい願いや、します。そうです。そうですよね。もう本当に、もう阿弥陀君さんとカズキング、どちらかというとカズキングさんも YouTube バンバンやってらっしゃいますしね。ね、そうっ本当す。に。すごいですよね。そして後ろに今見えてるこの仏壇なんですけど、これは家の仏壇さんになるわけですか。そう、いや、家のって、僕のみたいな。そう、これ、カズキングさんの私物的なものなんですね。あ、もうそんな感じになってます。はあ、すごいね。それ、もともとの、あ、すみません、今ちょっと物価入ってないんで、申し訳ないんですけど、いや、もうちょっと忙しくて、ちょっと。すごい。物価入ってなくて申し訳ないっていうところがすごいですけどもね。これ、最初この横のこの輪塔っていうのもなかったんでしょ？あ、途中全で買いくない。足し最初た。も、もう最初むしろほんまに最低限の密具足と、あと、阿弥陀さんしかいなかった。物販もなくて、もう完全にほんまに阿弥陀様をまあ、安置している、行ったわけで箱みたいな。箱ほんまそんなだっ感じた。で、箱みたいな感じだったんですけど、そっからは、進化してますね。だいぶ変わった。そうですよね。これまた後で URL、おお、寄ってくれますか？ありがとうございます。あ、よろしく。URL 貼っときますからね、この進化の過程をまた、YouTube でもね、見ていただければと思いますけどね。今ちょっとね、バズって絵が止まってしまったんですけど、そう、仮病までちゃんと用意してらっしゃいますね。すごそうですいね。ちょっとまだ企業は入ってないんですけど。ね。ねえ、いやいや、大した、そうか。仮病入ってんだったら、色味の葉っぱとかそういうものも入ってないってことですから、すごいですね。そうね、ちょっと。どの仏壇行っても仮病に色味入っているところはほとんど1割に満たないですよ。仮 病いすらや、ないっていうそうとなん。ころが、いや、本当、仮病すらない、仮病って何っていう世界ですからね。 大したもんでなるほど。ございますね。ということで、今日はカズキングさんはどうして仏教に興味を持っていたのでしょうかというね。今年齢はおいくつでしたですかね。今年で15年、1月4日誕生日なんで、今年で15おなっめでた。とうだからごちょっと、ざいます。同学年の子たちに比べるとちょっと遅いんですよ。だから、実質早今生まのれってや中つで学2すか。年に、そうですね、ちょっと2年に近い。早生まれ近いっさんってていう。ことですね。まあ、なるほどね。いやー、でも本当、すごいですね。それで、もともと仏教に興味持ったっていうのは何歳ぐらい？何年生ぐらいでした？ざっくりですよ。そう、4ぐらいか。やっぱり4 4ぐとらいか。です。小学校5年の時期に何かそういうものに4、目覚めるそう。時期なのかもしれいまや、せんね。それは、おじい、母方のおじいちゃんか、多分、お父さんが忘れたんですけど、なぜか正真念仏げのあの、教本は持ってたんですよ。赤色の。赤いので、ね、赤いのね。最初何これみたいな感じで、パラパラめくって見てて、
なんかいっぱい文字書いてあるなと思って、まあ、まあ最初なんかお経っていうものもなんかまあ幼い頃だったんで、まあそのなんか頭にないじゃないですけど、ないないない、まあそのない、ね、なくて、でそれでなんかなんやこのいっぱい文字書いてる本みたいになって、なんか最初辞書辞書みたいな、なんかうん、わかるわかる、なんかそんな感じ思ってて、でそっからそうですね、であのまあ身内がまああの年齢のあれでまあちょっと亡くなってる方が何人かいて、うん、そこでまあ、お葬式とかあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、そこでまあ、その、最初は、一言で表すと怖いっていうのが、なるほど、なるほどね。そう、仏教ってなんかちょっと怖いじゃない、お経なんか、呪われるじゃないですか、なんか、怖いみたいな。そうそう、死とね、こう、イメージがリンクするんですよね。お葬式の時にお経がうーんって流れてくるのでね。それも日常生活でお経はないわけでしょうから。うん、ないっすね。うん、でも最初なんかもう YouTube とかでなお経を聞くっていうかもうそれが怖くて。わかるわかるわかる。一人で聞けなかったんですよ。だから家に一人の時にちょっとなんか YouTube 見てて、ちょっと見て、聞いてみようとかポチッとしたらめっちゃ怖い。そうそう。あのお化け屋敷で、ね、昇進弦流れてましたからね、びっくりしましたですけど、本当ね。え、マジ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 。東京の昔、もうすぐ亡くなるかな、亡くなったのかな、豊島園っていうお化け屋敷でこの、ね、言っております。君を無料授業来って、あの、今朝来た人がこう、ぼーっと立ってらっしゃるんですけど、お前その今朝の来方おかしいぞっていうのがあったんですけどね。はいはい、そうなんですよ。すごいですね。昇進で流れることかあるの、めちゃめちゃありがたいと思ってたんですけど、一般ピープルからするとね、お経イクオール死のイメージですから、お化け屋敷。ああ、まあなんかそうですね。そう、それでその辞書かお経かよくわからないものから入っていくわけですね。そうで、ね、まあそこがもう仏教のまあ関わったじゃないですか、まああのご縁があった、うん、一番最初のまあストーリーですよね。一話です、エピソード1ですね。そう、うん、でもなんかあの枝越住職とコラボさせていただいた時とか、そうそうしました、何回か動画ありますね、あのお話ししたんですけど、本当に急なんですよね、うん、なんか、うん、あのまあ、大体の方ってまあそのこういうきっかけがあってこの、うん、まあ、仏教に興味を持ってそこから今どんどん掘り下げてとか、うん、ストーリーがあると思うんですけど、はいはいはい、急にパッてこうなんやろスイッチが入ったじゃないですけど、なるほどなるほど、だから多分昔の自分、小さい時の自分に今のこのまあ仏壇があってみたいな、こんな僕を見たら多分びっくりすると思う。本当に。そう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 。びっくりするんじゃないか。多分、それスイッチ入ったのはいつぐらいなんですか？小、5、6とかにはなんか学校に教本持ってて休み時間読んでたんですよ。おお、すごいね。へえ。なんか休み時間、なんかまあ遊んでる子もいれば本読んでる子もいろいろいると思うんですけど、僕、うん、教本読んでた。お経読む。お前何してんって何回か言われる。それはなぜ、なぜお経に、いや、なんか、もうその頃にはもう完全に興味持ってたんですよ。だから、小5、うん、6ぐらいなんですけど。それ、意味にということ、それともそのお経の響きとか、その、なんと言ったらいいんでしょうか。そうっすね。うん。何やろ、なんか、ほんまに、うん。うん、その深く意味知らなくていいから、とりあえずその、うん、何やこれっていうのを、なんか、解読するじゃないですけど、うん、こう、うん、読んでたらなんかあるんじゃないかって、なんか思って。なるほど。うん、呪文的な。そう、なんか深く、そんな、そうですね、なんか深い意味はないんですけど、ほんまになんか読んでたらなんかあるんちゃうかと思って。うん、うん、うん。そうですね。で、それで、もう学校に教本持って行って、うん、まあ、休み時間読んだりとかやってて、うん、で、しまいにはなんかもう、阿弥陀さんなか、あの、いなかったんで、その、うん、なんか、ぬいぐるみみたいなんですよ。それを阿弥陀さんに見立てて、それに向かってこう、読むっていうのを、やってて、で、そんなんやってて、もう徐々になんか、むしろ聞いてるのが気持ちいいぐらいになってきて。はぁ、すごいっすね。そうで、で、まあ、その、まあ、あの、今いろんな、まあ、仏教の意味だったりとか、うん、浄土真宗、うん、初めての浄土真宗とかなんかそういうタイトルで、あの、やってる YouTuber の方々がいると思うんですけど、はい、まあそういうのをまず見て、はい、うん、見てそうですね。で、まあそこでちょっと、まあその頃もそんな深く意味はわからないんですけど、うん、こう見てみて、
そうですね。で、見てみて、まあ、まあ面白いなと思ったんですよ。もう直感に。なるほど。なんか掘り下げていったらどんどん新しいものが出てきて、うんまあ、知らない言葉だったりとか、そうそうそう知らない意味だったりとか、うんうんうん、まあほんま仏教って広いじゃないですか。ほんまになんか、現代の人も計り知れないものもあると思うんですよ。本当その通り。で、その頃のもう僕は本当に、もう、なんやこれって感じだったんで、まあそういう、その、現僧侶の方が上げてくれて YouTube だったり見て、うん、本当に、もうそこからどんどんまあ、お経ってこういう読み方だったりとか、うん、まあ、詳しい意味だったりとか、うん、でも一番に目についたのがこの浄土真宗だったんですよ。その、ありがとうございます。一番最初はこれだった。二正願寺だったんですよ。だからもう、うん、その当時の気持ちから今、現代まで変わってないですよ。うん、ずっと。変わってないんだ。二正願寺で。あそうずっと本願寺派で、初めて読んだ教本も本願寺派の教本だったり。それおじいちゃんの時、おじいちゃんからの時も鬼師だったんです、それも。あそうですね。母方と父が両方浄土真宗、西本願寺だったんで。あなるほど、やっぱり地域性がありますね。なるほどね。そうですね。だから、本当に。だからその、毎年、夏と冬。うん父方の実家の子をか、帰宅じゃ、うん、帰省するんですよ。うん、うん、うん。その時に、まあ、父方のおじいちゃんの方が、うん、毎朝、ま、早起きして、うん、毎日欠かさず、お勤めしてるんですよ。うん、で、それで、まあ、僕帰った時は大体、起きれたら、一緒にやって、うん。でまあ、詳しく知らないところを読み方を教えてもらったりとか、うんまあ、意味だったりとか、ね、もう変えるために教えてもらってて。そのおじいちゃんもすごいね。そう。だからその、結構初めの頃の動画でも言ったんですけど、うん、本当に僧侶になろうってなったきっかけはおじいちゃんだ。さあ、やっぱりね、やっぱおじいちゃんの影響って大きいですよね。いや、本当に、ね。僕もおじいちゃんでしたからね。うん、ああ、そうなんだ。そうなんですよね。やっぱりワンクッションあったぐらいがちょうどいいのかもしれないですね。うん、そうですね。確かに。うん、なるほどね。やっぱお父さんというのはちょっとお年もね、ある程度のこの利害関係がありますのでね、ちょっとこう、はいはい、鬱陶しい部分もあるし、勉強せよみたいなところがありますのでね、それで言いますと、おじいちゃんはもう元達観したちょっと仙人のようなね、もう超越してるんですよね。ああ、そう、それは本当に。で何を言ってもこう包容力があってこう受け止めてもらいながら導いてくれるところがありますからね。はいはい、やっぱり大事ですね、おじいちゃんの存在ってね。いや、本当に大切。じゃあ家には仏壇は当時はなかったんですか？いや全然。そうですね。で家に仏壇が来たらこれ自分で求めたわけですか、これは？そうですね。まず、最初は仏壇欲しいってより、その、阿弥陀、うん、まあ、仏像でもな、何でもいい、掛け軸でも何でもいいんですけど、うん、阿弥陀さんを迎え入れたい。ぬいぐるみやから、ね、そう、迎え入れたいって、お父さんに頼んだんですよ。うん、で、最初はなんかもう、変な話、なんかガラスケースとかでもいいんで、それも暗記をして、こう、そこに、阿弥陀様に向かってこう、挨拶じゃないですけど、まあ、合唱、うん、こう、生阿弥陀仏でこう合唱したり、うん、そうですね、まあ、お経を読んだりっていうのをやろうと思ってたんですけど、阿弥陀さんを暗示してください。暗示してくださいっていう中学生、当時小学生でした、もしかして。もう、中1になったばっかりぐらいなんで、ほぼ小学生。中1になって、阿弥陀さんを暗示してくださいという中1。すごいな。頼んだんですけど、ああでも、お父さんどうせならもう、金仏壇とかもなったらガチガチなんで、置く場所も限られるじゃないですか。うん、そうそうそう。なんでこう、モダンというか、なんか、現代の。ね。家具調な感じですよね。そうですね。うん、の、仏壇か、買おうやみたいになってくれて、もうそっちを結構乗り気になってくれて。うん、まあ多分、自分のお父さんが。自分のお父さんも多分、もう結構、仏教、に結構、あれで、なんで多分その影響あったんかわかんないですけど、僕はこう仏教に興味持って、こう、すごいね、あ、実際って言ってくれたら、はあ、もう結構心よく。はあ、すご
逆に狂気したって感じですよね。あ、おじいちゃんと卵に挟まれたね。もう二生涯に行ったのか。いや、まあ、本当に。なんかその、うん、まあ、二生、本山行きたいとか、まあ、大阪、僕大阪なんで、その、はい、北見堂とか近いんですよ。あ、まあ、地下鉄とかで行ったら、バーって向いてるんで、うん、まあ、その朝の尋常だったり、うん、行きたいって頼んだら、うん、ああ、行こうか、とか言ってくれたり、うん、まあ、細工、まあ、細工そうじゃなくても、お金貸してくれて、うん、自分で行ってきやって、うん、お金貸してくれたりとかで、まあ、僕結構、うん、もう本山だったりとか、うん、まあ、行かせてもらってて。はあ。すごいね。中学生ですよ。それで、それ YouTuber 始めたのはいつでしたっけね。これ、ね。うん。1の終わりぐらいですかね。中1の終わりぐらい。中1の終わり。結構じゃあ、2年ぐらいはもうやってらっしゃるんですね。そう、2年半ぐらいですかね。2年半ぐらい。すごいすごい。ねえ。そしたら、武田さんとそんなに変わらないかもしれないですね。すごいですね。そうか。そうか。でもまあ、ちょうど3年目になるのかな。まあ3年、こんぐらいやっといて全然伸びてないです。いやいや、でもこれはなかなかね、伸びるって難しいですからね。いやいや。まあけどもう今でも175ぐらい登録者いて、うん、まあほんまに、こんななんか、ほんまに誰かに得になるかもわからないこんな動画を上げて、登録してくれて皆様が本当に感謝でしかない。うん、いや、感謝ですよね。本当感謝ですよね。ねえ。でも本当になんかこう一生懸命熱く語ってる仏壇を前にして熱く語るカズキングさんの絵っていうのは、これはもうね、素晴らしいですけど、僕らから見るとね。希望の星ですけどもね。そうですか。それで今度枝広さんとこに行くご縁が出てましたよね。あ、そうですね。これは枝広さんとこじゃなくて、それともと特賞チャンネルさんとかね。特賞チャンネルさんも行きましたですよね。そうですね。初めてこの仏教系 YouTuber に会ったのが竹、うん、特賞チャンネルさんで。特賞チャンネルさん。ノルさんと初めて、うん、まあ、僕も、まあ、仏教のは、あれとして、こう、YouTube 上げてて、うん、初めてこう、うん、コラボという形で、合わせていただいたのが、うん、そうですね、ノーレさんだった。まあ、そのちょっと動画まだ編集終わってなくて、去年の夏な、なんちょっと焦ってるんですけど、ちょっとまた編集終わり次第すぐ、上げさせて。なんせ受験でしたからね、それはもう勉強が大事ですよね。編集してる場合ちゃうから、それ。なるほどね、そうか、実際に。ノルさんが一番最初に会わせていただいたコラボ。そうだ、初めてこう。なわけなんですね。ほんまにいるんや、おるんやって、こう、なんか。なるほど。そうですよ。それっていうのは、お父さんも一緒に行かれたんですか？あ、そうですね。ね。一緒に行かせ、そうですね、一緒に行って、僕は、ノルさんの方でライブ配信、朝やってると思うんですけど、うん、そうですね。そこにコラボを、ね、させていただくときはもう車戻ってたんですけど、最初のお勤めは一緒に、うん、お堂入ってくれて、うん、そうですね、一緒にお勤めしてみたいな。いやいやいや、素晴らしい。それ行きたいって言ったのはカズキングさんが行きたいって言ってたんですか？そうですね、夏、うん、その夏冬帰るんで、その夏の時にどっか行きたいとかないかって毎年言ってくれるんで、うん、僕温泉好きなんですよ。おお、いいですね、うん、そうだ、温泉好きで結構、まあ、どこどこ温泉行きたいとか、結構事前に調べたりとかしてるんですけど、うんうん、もうその時に、あ、じゃあ、会いに行きたいなってなって、そうね。絶対、四国通らないんですよ。中国道とかでバーって行くんで、四国通らないんですけど、わざわざ四国まで行きたい、ね。ノルさん会いに行きたい。会いに行きたいって言ったら、あ、じゃあ、行こうか、みたいに言って。ほう、お父さん、理解のある、素晴らしいですね。そうですね。で、朝の勤め時間に合わせて、まあ、7時までにはお寺入ってみたいな感じで調整してくれて。すごい。そうですね。それで。朝早くですよね。そう、だいぶ深夜に。2時ぐらいになりますよね。2時とか、そうですね。ああ、夜中でですわ。はあ。で、大朝時に間に合わせようにして。そうですね。で、そのまま、で、その次、もう、その日の、もう夕方には、エラポイ住職で、広島にいるんで。広島にいるんで。すごい。こう行ったわけですよね。
そう。いや、走ってくれたんだ。そうか、そうか。そうそう。それ二人で、お父さんと二人で？いや、お母さんもいたんですけど、うん、車、猫も毎年一緒に帰ってるんですよ。あ、猫も一緒に。家の車ハイエースなんで、後ろの荷台の部分にゲージ積んで、うん、猫の、まあ、うんうんうん、生活スペースみたいな作っといて。なるほど。そうですね。で、猫も一緒に、その実家の方を連れて行って、って感じなんで、その猫放置にも行けないんで、車でも置いてもらって。そうですよね。確かにね、置いてったらね、かわいそうやからね。猫、それはそれは。3人と猫へ、猫何匹、猫何匹ですか？あの当時は、猫3匹だけだった。3匹だけです。結構なもの。3匹も結構。結構なもの。今、今、猫2匹と犬1匹増えたんで、6匹。6匹ですか。猫5匹いて。5匹。そうか、すごいです。すごい、かわいいっすね、それはまたね。いや、そうですね、本当に。癒しでしか。うん、最高ですよね。そう、うん。それで、朝出て、そのね、徳正寺チャンネルさんのとこでコラボして、で、夕方に、福山に着いて、動画としてはそっちが先に、僕ら見てますんでね。あ、そうですね、まだノルさんの方、対談、ちょっとまだ上げれてないんで、ちょっと、急いで。まあ、行け終わったんで、ちょっと、もう。まあ、のんびりやってください、本当ね。そうですか。いやー、そういうあれです。いいですね。お父さんね、何でもいいよって言ってくれるね。いや、本当に。うん。理解あるせいね、お父さんですね。そうか、そうかね。じゃあもう本当に。さくらんぼさんにも会いたいとか、船川住職とかにも会いたいって提案してるんですけど、うん、まず最初に、どこにいらっしゃるんやって言われて、桜野さん、北海道へです。遠すぎるわ。それ遠すぎる。確かにそ。それはそうやわ。11月にはね、津村別院の本校には行かせていただきますんでね。ああ、そうです。うん。その時には、よかったらまたね、お会いして。ああ、それはぜひ、もう。ね、大阪県内ですから。そうか、そうか。いや、楽しみですね。大阪行かせてもらいますわ。ねえ。そうか、それで中学校に入って1年2年その間に YouTube やったりとかしますよね。そしてもう仏壇がどんどんとこう進化していく、いろんなものが増えていくというね、ですよね。そうですか。そうそう。でその時にいろいろ相愛とか高校の話をいろいろ聞いてましたですもんね。はい。ね、でまあ地元の高校に今度行かれるということなんですよね。ねえ、そうか、そうか。まあ、将来的にやっぱりそれはお坊さん目指してらっしゃるんですか、これは。そうですね、近くのお寺さんが、住職さんが結構仲良くさせていただいてるんですけど、うん、その方に一回、まあ、進路相談じゃないですけど、ちょっと人生相談というか、しに行って、時間作ってもらって、そこでちょっとお話しして、うん、まあ、その総督行きたいとか、まあ、その、地方仏教学院行きたいとか、うん、まあ、どうするんやみたいな、ちょっとめっちゃ混乱してたんですよ、当時は。まあ、その、受験っていうのは結構、身近に感じてなくて、その頃は。結構遠く感じてたんで、まあ、そういう。なるほど。まあ、でなって、その、住職さんがアドバイスいただいて、もうちょっときついじゃないですけど、うん、ちょっと気持ち変わったんですけど、うん、その、僧侶は正味いつでもなれるし、その、今、うん、まあ僕、和樹って言うんですけど、その、うん、和樹君のその、僧侶を目指すっていう、この、ここを見てるっていう、その本気度はめっちゃ伝わってくるし、なりたいっていうのはわかるんやけど、うんうん、逆にここしか見てないから、その、社会性じゃないですけど、うん、他を見てないって言われて、うんうん、まあ、それは確かにそうやなと思って、うんうん、でも一回その人生経験じゃないですけど、社会経験としてこう、もう、僧侶って夢はやめずに別ルートでこう、また行ってるんですけど、うん、そのメインの将来の夢、一回変えてみたらどうやってアドバイスもらって、僕、車好きなんですよ。自動車整備士になりたいなと思って。うん、なるほど、なるほど。だ今ちょっとまあ、その、僧侶になるって夢は、もうもちろんや、諦めてないんですけど、うんうんうん、まあその、メインの夢じゃないですけど、うん、今自動車整備士
になりたいなと思って。うん、なるほど。めっちゃ夢は二つあって。うん、だから今、一旦ちょっと、だ今、一旦仏教って道外して、まあ、ちょっとまた別でこう、うん、まあ、普通の、また仏教、うん、そうですね。普通の道で、頑張ってるって感じ。うんうん、いや、そうですよね。まあ、本当、仏教というのは本当に、中身が熟してね、50、60になってからでもできるんですけども、そう、人生の中でね、やっぱり、普通のこの仕事をしたりだとかいう、ね、先輩後輩だとかね、上司にいろんな指導を受けながら人間を育てていくというのも、これもまた大切なことですのでね。そうですね。そう、車好きなんだ、もともとは。ね、そうですね、結構車、そう。何が好きなんですか？いや、もう乗りたい車決まってて、もう買う車決めてるんですよ。トヨタの、トヨタのアルファード。アルファード。ああ、なるほど。これか、これか。うん。トヨタさん乗ってるわ。あ、そうです、ね。トヨタ住職乗ってますわ。うちのね、北国の僕の先輩にあたる方なんですけど、これ乗って、檀家さんなんかね、送迎してらっしゃいます。はい、ああ、いいっすね。そう、やっぱ広いですからね。いや、本当にね。だもう僕、まだまだ先の話なんですけど、もうパンフレット持ってて、もうカスタムとか決めて。うん、いや、これは本当、中がすごくてね、ちっちゃいシャンデリアがついてたりとかしたりとかしてね。ああ、あるってある。電動のこうあったりする。これ後ろにジャグジーあるんちゃうぐらいのもので、本当にめっちゃ高級感のある車ですけどね。これか。これは素晴らしい。でもこれをもう絶対、もう死ぬんやったらこれ乗ってから死ぬぐらい思ってて。そうですね。絶対これ買おうって思ってて。これはかっこいいわ。だからもう街中で見たらもう毎回興奮してる。アルファだよーって。そうそうそう。毎回。いやー、素晴らしいね。もう、年代が違いますから。僕らの時代はね、ケント・メリーとか、ジャパンとかね、スカイラインとか、そんな時代で、ハコスカとか、そんな時代でございましたですけど、僕が乗ってたのが86レビンで乗ってましたですからね。あリアルで乗ってた時代なんですけどね。いやいやいや、そうかそうか。整備士目指して頑張ってくださいね。でも今アメリカの方ではこのもう電池の車がね主流になりつつあるっていう。いや、そうですね。あれはもしかしたらトヨタ外しなん違うかと思うんですけどね。はいはいはい。ね、ガソリン車だともう勝てないというので、それでエコみたいだから、で電気車にシフトしてんのかなっていう気がするんですけどね。はいはいはい、そうか、じゃあそういうのを目指しながらってことですね。そうね、もうあとね、仏教についてもまあその人生の中でいろいろね、苦しみであるとかそういうものを説く教えでありますからね、はい、ぜひこれはもうライフワークの一つとして、何かあったら悩んだ時にはこの仏教にまたこのヒントを求めていっていただきたいと思いますけどね。はい、ねえ、そっかそっか。いやいや、人生の二つの目標がありますね。うん、そうですね。だからもう中学3年間もうずっと仏教でやってきた。もう中学もう受験近づいてきて、もうこう気持ちがやっと変わったっていうあれなんで、もう中学入ってから一生仏教で。だからもう先生とか周りの子もなんかもう、イメージってたまに聞くんですよ。俺って言ったら何なんみたいな聞いたら、仏教って言われて。もう。仏教中学生。もう本当に、リアルでも、こう。言ってましたね。それも、阿弥陀君さんなんかも言ってましたよね。おい、授業、友達に布教すな、って言われてた。ああ、言ってた、言ってた。ですけどね。いやいや、でもね、本当に、お坊さんからするともう本当に嬉しくて仕方がないですけどね。ああ。いやいや、楽しみですね。どういう人生を歩んでくださるのかね。そうですか。ねえ。まあ、ね、ふなふな住職もまたいろんなところに行ってらっしゃいますからね。はいはい、大阪に行くことももちろんあるでしょうしね。ねえ、またいろんな、お坊さん YouTuber とまたコラボをね、続けていただければ。ああ、ぜひ、もうやりたいと思いますけどね。いやいや。
これね、コメントが入ればね、これでだいぶ時間も稼げるんですけどね。やっぱりそうそう。やっぱり夜間の場合はね、15、6歳の場合にはやっぱり制限がありますんでね、こうやって録画で、プレミア配信させていただこうと思いますけどもね。いやいや、そうですか。また今度高校に入ってね、新たなる、勉強へのステップがありますけど、その学校って普通科、はい、普通科なんですか？普通科です。そうですね。普通科ですね。で、僕IT に入ったんですけど。おお、すごいすごい。うん。ね、まあ、YouTube やってるって、まあ、編集とか、まあ、やってたりとかで、まあ、もともと小学校の頃、パソコン教室ってあると思うんですけど、あれ、通ってたんで、まあ、タイピングとか、まあ、その辺もできてたりとか、結構、そう、IT に関しては、IT に関してはそうですね、まあ、結構得意、まあ、得意な方なんで、もう、IT やるんだったら IT に入ろうと思って。うん、絶対そうやね。だから、それ詳しく調べたんですけど、自分らで動画を撮って、自分らで編集して、こう、学校紹介の、VR みたいな、VR っていうか、VTR を作るみたいなプランもあったりとか、言って、結構面白そうやなと思って。いや、面白そうですね、それね。なんで、IT に入って。うん。いや、今からの時代、やっぱりそういうの出ないとね。そうですね。そうか、そうか。でもそうしてくると、またね、いろいろと夢が広がってまいりますよね、IT の世界。またね。また突き進んでいくと、車と、またね、夢がいろいろ広がっていって、まあ本当に一回の人生ですので、もう思いっきり、ね、悔いのないように、やりたいことをいっぱいやってくださいね、本当ね。はい。阿弥陀さんは応援してくださいますのでね。そうですね。そうでしたか。まあまあ本当にね。でもまたなんかこの話題なんかありましたらね、またコラボしていただけますようにね。どうぞよろしくお願いいたしますね。ああ、ぜひ。本当に。お父さんとお母さんと猫ちゃんとワンちゃんによろしくお伝えくださいますように、ね。ああ、ぜひ。ありがとうございます。また今度のね。なんかほんま、本当になんか、さくらんぼさんも本当にこう、いつもライブ配信でこう見てて、こう今、まあ、画面越しにはなるんですけど、こう、面と向かってこう話すっていうのが、本当になんか、ないと思ってたんで、なんか、プラス北海道でこう、距離も大阪と遠いんで、こう、そうですね。なんか、無理だと思ってたんで、なんか今、夢じゃないですけど、なんか、ほんまにこう、今、やってるんかな。もうすごいですよ。今、こういう時代ですからね。いや、もう本当にね、時代は本当に。日本列島3分の2離れててもね、こうやってリアルに話ができてっていうね、コラボできるという時代ですから。で、今度は11月にリアルにお会いしてお話しさせていただきたいと思いますけどもね。いやいや、そしたらまた高校行きましてね、どうぞまた仏教ライフ続けて、またどんどんまたその YouTube に盛り込んでね、面白いコンテンツ作っていただきたいと思っております。いやいや、ということでですね、まだちょっと時間早いですけども、今日はですね、ユーはどうして仏教に、もう浄土真宗本願寺派一本でずっと来られました、カズキングの仏教ライフさんで今日は来てくれました。ありがとうございましたね。今日はまたいろんなお話聞かせていただきました。で、今日はどうもお疲れ様でございました。これにて、ありがとうございました。ます。ありがとうございます。失礼いたします。ナマンナブツ、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 ナマンナブツ